皆さんこんにちは。今日も基本情報技術者試験の問い46から50番を解いていきます。問い46番、モジュール結合度が最も弱くなるものはどれか。モジュール結合度とは、プログラムを分解・階層化した単位であるモジュールが他のモジュールとどのように結合しているかを示す尺度のことです。モジュール結合度は、弱い方が他のモジュールに不具合があった時の影響が少なくなることから、保守性・独立性の観点からも弱い方が良いプログラムであると言われています。モジュール同士の結合度が強ければ、モジュールに変更があった場合の影響は大きく、結合が弱ければ影響を受けづらいです。こちらの表ではモジュール結合度の強弱を表しているので、名称とその役割をおさらいしておきましょう。選択肢を一つずつ見ていきます。選択肢や一つのモジュールでできるだけ多くの機能を実現する、この内容はモジュール結合度とは関係ない内容となるため×となります。選択肢 E、 二つのモジュール間で必要なデータ項目だけを引数として渡す、こちらはデータ結合に関する記述となるため選択肢 E は丸となります。選択肢 U、 他のモジュールとデータ項目を共有するためにグローバルな領域を使用する、こちらは外部結合に関する記述です。共通領域で構造を持たないデータ項目を授受しているところがポイントとなります。選択肢 A、 他のモジュールを呼び出すときに呼び出されたモジュールの論理を制御するための引数を渡す、制御結合に関する記述となります。問い47、エラー埋め込み法において埋め込まれたエラー数を S、 埋め込まれたエラーのうち発見されたエラー数を M、 埋め込まれたエラーを含まないテスト前の潜在エラー数を T、 発見された総エラー数を N としたとき、S、T、M、N の関係を表す式はどれか。このエラー埋め込み法とは、プログラムに含まれている潜在エラーの数を推定する方法の一つです。プログラムにわざとエラーを埋め込み、それを知らないテストチームにテストを行わせます。この時に発見されたエラー数をもとにプログラムのエラーの総数を推定する方法です。推定する際は、わざと埋め込んだエラーと実際の潜在エラーの発見数は同一であると仮定します。この埋め込みエラー法の定義をもとに S、T、M、N の関係式を導いていきましょう。まず埋め込まれたエラーの発見率は S 分の M で表すことができます。前提として定義された通り、故意に埋め込まれたエラーと潜在エラーの発見率は同一であるとなります。また潜在エラーの発見数は、エラーの総数から埋め込まれたエラーのうち発見されたエラーの数を引いたものとなるため、 N-M で表すことができます。したがって潜在エラーの発見率は N-M 分の T と書くことができます。これらが埋め込まれたエラーの発見率と等しくなるため、答えは選択肢 A となります。問い48、テストで使用されるドライバまたはスタブの説明のうち適切なものはどれか。システム開発では、必ずシステムが稼働する前にテストを行います。単体テスト、結合テスト、総合テストの流れで行われることはこちらの動画でも紹介しています。今回の問題では、いくつかのモジュールを組み合わせて行う結合テストのフェーズで使用されるドライバとスタブに関するものです。結合テストには、先に上位モジュールからテストを行っていくトップダウンテストと、下位モジュールからテストを行っていくボトムアップテストがあります。トップダウンテストでは、上位モジュールが出来上がっていて下位モジュールが未完成の状態となるため、上位のモジュールからの呼び出しに対して下位モジュールが返すべき値を出力するものがスタブと呼ばれるものです。そしてボトムアップテストでは、未完成の上位モジュールの代替としてドライバーを用意します。下位モジュールに引数を与えて呼び出すといったことを行います。選択肢を見ていきます。選択肢 A、 スタブはテスト対象のモジュールからの戻り値の表示・印刷を行う、スタブの説明として誤りのため×です。選択肢 E、 スタブはテスト対象モジュールを呼び出すモジュールである、テスト対象のモジュールを呼び出すのはドライバの説明のため、こちらは×です。選択肢 U、 ドライバはテスト対象モジュールから呼び出されるモジュールである、こちらはスタブの説明なので×です。選択肢 A、 ドライバは引数を渡
してテスト対象モジュールを呼び出す。こちらが正しいため選択肢 A が丸となります。問い49、単一の入り口を用い入力項目を用いた複数の判断を含むプログラムのテストケースを設計する。命令網羅と判定条件網羅の関係のうち適切なものはどれか。この問題で問われている命令網羅と判定条件網羅はホワイトボックステストで使用される、どれくらいテストをしっかりやるのかといったテストケースの設計方法を表しています。まず命令網羅とは、すべての命令を少なくとも1回は実行するテストケースを作成します。この時、例えば女の子とのデートスポットを決めるシステムとした場合、犬と猫が好きならペットショップに行くと処理をするパーツを考えます。命令網羅のテストをする場合、命令を通らないテストはしないため、犬も猫も好きな女の子の時ペットショップに行くと処理を示せば OK となり、処理を通らない分岐はテストを行いません。一方で判定条件網羅はプログラムの中の分岐に注目していきます。犬も猫も好きなケースをテストして、同様に犬か猫のどちらかが好き、またはどちらも好きじゃない場合、脳の処理を行うかもテストをします。判定条件の真偽ともに少なくとも1回は実行するテストケースを作成します。これを踏まえて判定条件網羅を満足すれば命令網羅を満足するため、この構造を説明できている選択肢を選びましょう。選択肢や判定条件網羅を満足すれば全ての分岐の真偽方向を経由することになるため、全ての命令を実行するテストケースに命令網羅を満足します。そのため選択肢 A は×です。選択肢 E、 判定条件網羅を満足するならば命令網羅も満足する。こちらは当初の説明の中で定義したものと合っているため、選択肢 E は丸となります。選択肢 U、 命令網羅を満足しなくても判定条件網羅を満足する場合がある。こちらは命令網羅と判定条件網羅の説明が逆となっているため×です。選択肢 A、 命令網羅を満足するならば判定条件網羅も満足する。こちらも命令網羅を満足しても判定条件網羅を満足していることは説明が足りなくなるため×となります。問い50、 XP、 エクストリームプログラミングにおいてプラクティスとして提唱されているものはどれか。アジャイル型の代表的な開発手法がこの XP と言われるものです。古くからあるウォーターフロー型の仕様を固めてから開発するという手法では、後々の設計変更に多大なコストが必要となってしまいます。ですが XP では変更に柔軟に対応することができます。 XP では5つの価値と19のプラクティスが定義されています。中でも知っておきたい開発のプラクティスとしては、テスト駆動開発、ペアプログラミング、リファクタリングといったものが提唱されています。選択肢 A のインスペクションはソフトウェアレビューの技法のことなので不正解となります。選択肢 E、 構造化設計、こちらはシステム設計手法のことなので×です。選択肢 U、 ペアプログラミング、こちらは正解となります。このペアプログラミングとは2人1組でプログラミングを行う開発技法のことです。1人がコードを書いて、もう1人がコードレビューを行います。この役割は定期的に交代したり、メンバーを入れ替えながら作業をするということもしておきましょう。選択肢 A、 ユースケースの活用、こちらは対象のシステムが状況に応じて振る舞いが変わるといったことで、これを図にまとめたものが UML のツールの一つであるユースケース図のこととなります。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の IT 隙間教室でお会いしましょう。